スタートして交渉すべきじゃないかなということが基本です。だから竹島は私さっき白紙を上げたのが、竹島は1905年の時に日本が宣言したんですが、同じ時に韓国を併合する状況があるので、当時韓国が外国でなかったものですから、私どもはこれは日本の固有の領土だと思ってますけども、向こうも言えない立場になったので、そこはやっぱり歴史的な事実を含めてきちんと双方で真剣に話し合う必要がある。ただ態度として私は外交上大事だと思うのは、いずれも戦争に絡んだことですから、日本は過去のことに対する真摯な反省を持って相手の国に接するということが外交の基本ポイントとしても必要ではないかなということを思います。はい、加村さん、どうもありがとうございます。それでは、市川さんの方から、さらにですね、この領土領海問題について、補足説明ございましたら、よろしくお願いいたします。はい、私はもう隣の国、韓国とか中国とか、それから、ロシアという国は、これはもう選択できないわけです。隣に位置しているというこの状態というのは、こういう状況の中であるということはしっかりと踏まえた中でいかないと、まあ、我々は人付き合いは友達は選択することができますけども、まあ、隣国というのは選択はできませんので、そういう中にあって、お互いにどういう友好関係をしっかりと作り上げていくかということだろうと思うんです。で、過去のいろんな問題、先ほどのお話が出ましたように、日本という国がアジアの地域でどういう過去、どういうことをやってきたかという事実関係は、十二分に国民の皆さん方に教えてないところはあると思うんです。で、そういう中にあって、中国なり韓国なりの皆さん方というのは、割とそういう問題にシビアにいろいろと代々受け継がれておりますから、割とそういうことになると、興奮した状態でいろんなものを申し上げるケースが多いわけですけども、私たちはやはりもっと冷静になって、しっかりと今の状況の中で話し合い、信頼関係を深めていくというのは、政府の段階はもちろん大事だけど、一般の国民の交流をそれぞれやはりしっかりと深めていくという中で、そういう環境づくりをしていくということが非常に大事だと思います。だから中国と日本との関係、韓国と日本の関係、ロシアと日本の関係、お互いの国民ができるだけ交流を深めて、その国民同士が意見交換するということをできるだけ頻繁にやるという中で、一つの解決策が私は見出せてくるんじゃないかと思うし、当然自分たちの主張は明確にするという、そういうことを常に日本人ももう一回、頭の中に入れておかないとまずいなという感じは当然しております。はい、市川さん、どうもありがとうございます。それでは、次に、宮本さんの方から、されていただきありがとうございましたら、ということでお願いいたします。差し迫って一番危険なのは尖閣だと思うんですね。これ、道州制って流れになってますけど、今の沖縄県知事の対応を見ますと、やっぱり地方分権というのは危険であると思います。特にこの外交、国と国との約束事を知事の一存で、それぞれ沖縄県民の民意を話してですね、左右するということで、やっぱりなぜ沖縄に基地があるというか、ご負担ももちろんあるとは思うんですが、守るために必要なものですね。もし米軍と自衛隊の基地がなければ、あっという間に沖縄本島さえも中国自分の領土というくらいです。制圧されてしまう可能性があります。守るためにこそ基地も必要だし、ホストも必要なんだというところだと思うんですね。でまあ、先ほども申しました、歴史認識に関してですね、我が国の誇りと自信を持とうということで、悪いふうに宣伝されすぎていると思います。戦前、日本軍は勇敢に戦い、そして残虐な行為もほとんどしてなかった。そして、敗れはしましたが、欧米植民地支配されたアジア、アフリカ、解放した。その後独立できたんです。文句を言う国の皆さんありますけれども、それ以外のアジアの国々は日本にその恩を忘れずに感謝してくれてます。日本を尊敬してくれてます。こういうところに私たちはもっともっと
残りは私たち5000人300万名に感謝して、そしてこの国をもっと発展させて、私にも3人子供がいます。この子供たちが、皆さんもそうだと思いますが、また孫ができて、こういう子供たちにもっと豊かでもっと素晴らしい日本を送っていきたいと思います。そのためにもこの国を守り抜きたいと強く願っております。そうです。はい、宮本さんどうもありがとうございます。続きまして、山田さんの方から、ご説明等ございましたら、まず先ほどのアンケートですね、マルバーツについて申し上げたいと思うんですけども、先ほど皆さんもおっしゃったとおり、あるいは紹介があったとおり、この質問どれも強く出た方がいいかという質問について、ほとんど 99% の人の丸をつけているというのは、やっぱり質問が不適当なのではないか、要するにある意味そのナショナリズムを煽るような質問で、それでどうだっていう、こういうその形のですね、討論という、そしてその今の皆さんのお話では一般論として、ちょっと申し訳ないですけど、交流を深めて友好関係を作っていけば解決できるんじゃないかとか、そんな程度の議論しか行われていないという、このこと自体が僕は問題だと思うんです。やはりさっきも言いましたけれども、3つの問題は全然別の事柄なんですね。同じような対応ではなくて、さっきも言いましたけども、尖閣は実効支配してるんだから、それをどうやっていくのかっていう問題ですし、竹島についてはもう条約があるんだから、これをどうやって韓国に守ってもらうのかっていうことです。で、北方領土の問題は全然違う問題なんで、こういう形でなんか抽象的に議論していてもしょうがないので、もっとせっかく議論されるなら、もうちょっと中身を深く議論できるように、先ほど亀田さんからもお話がありましたけど、全然違うことをあたかもこのナショナリズムを煽るような質問でこう締めくくっているというか、そういう取り上げ方をしているのが非常に残念な気がします。すいません。はい、山田さんどうもありがとうございます。まあ、我々もですねちょっとそういうふうにご指摘いただいたこともですね、真摯に受け止めさせていただきたいなと。それでは、最後に、カメラさんの方から、ご発言をお願いいたします。はい、関連のあれで、私はやっぱり基本は日本が持っている憲法9条を生かした平和的な外交交渉が基本だと思っています。 NHK さんが2010年ちょっと古いんですが、世論調査された時に西米安保条約が役に立っているかということに関しては 72% 積極的、消極的含めて賛成。しかしこれからの安全保障はといった時には、日米同盟基軸でというのは 19%、 アジアとの国々との関係で国際的な安全保障が 55% というのが多いんですね。中国との関係でもアジアの国々と一緒にしながら対応していくという、こういった国民の皆さんの意識。もう一つ私は興味持っているのは、インドネシアの大統領補佐官のご発言を、まずある新聞で読んだことがあるんですけども、あそこは50年にベトナム戦争、私なんか学生時代の時ベトナム戦争があったんですが、あの時にアジア人同士が戦って血を流した、そういう経験から、絶対のアジアの中の中ではそんなことにしないでおこうよということで、結局 ASEAN という国々が同盟を作りながら非軍事ということで、お互いにやっぱりルールを作ったんですね。それ以降40数年間一切紛争はありますけどね、武力紛争は武力はないということがあるので、これは貴重な経験だな。どんなに意見の対立があっても、紛争があっても、平和的に解決するという、この精神をぜひとも外交交渉でも貫くべきじゃないかなということを思っております。以上です。はい、亀田さんどうもありがとうございます。本当にですね、山さんの方からご指摘いただきましたが、質問の内容等についてですね、ちょっと偏ってるんじゃないかというご指摘をいただいたら、本当改めて真摯にお受けさせていただきたいと思いますし、今、皆様からお話しいただいた通りですね、この領土領海問題、個々にご判断、判断が必要だということとともにですね、外交、そして、外交と信頼という部分での狙いの方もいらっしゃいました。そして、国民同士の交流ということも、必要ではないかという、各国、ご意見、お考えをですね、お話しいただけたんじゃないかなというふうに、思います。それではですね、以上でですね、このテーマの3つ目、領土領海問題をお話しさせていただきたいというふうに思います。それではですね、ここで、パ
ネリストの皆さんにですね、最後に、この、来場の皆さんに対してですね、メッセージを、頂戴できればなというふうに思います。今からですね、各々、1人ずつ、5分ほど、お時間を、取らさせていただきますので、会場の方にですね、各、まあ、ご説明についてまだまだお話し足りない部分もあるかと思います。ということも踏まえまして、お話しいただければなというふうに思います。まあ、ただし、公職選挙法もございますので、その例の方にご配慮の方よろしくお願いいたします。それではですね、それでは、発言の方は宮本さんの方から、始めさせていただきまして、次に山田さん、そして岡村さん、最後に石川さんということで、説明させていただきたいと思います。最後でございますので、ぜひ、お立ちになっていただければ幸いかなと思いますし、会場の皆さんもですね、各パネリストの皆様お話終わりましたら、ぜひ大きな拍手で、お願いしたいというふうに思います。それでは、宮本さんの方からよろしくお願いいたします。今日はこのような素晴らしい機会をいただき、また多くの皆様にご参集いただきまして本当にありがとうございました。私は今政治には正義が必要だと思います。正義のために何が正しい、国会の閉会になりましたので、市川先生の本意ではなかったと思いますが、いろんな法案も廃案のまま、党員党役のような政局に議論せずに終わりました。非常に残念です。やはり政局ではなくて何が国民のために正しいのかということを、何が正義で何が間違っているのかということを堂々と議論し合える政治を目指したいと思います。そして2つ目に、日本には今勇気が必要だと思います。繁栄する勇気、発展する勇気、このまま日本が衰退していくように、あるいは日本が自由のない国、全体主義国家、そうした国の隷属下に置かれることがあってはならない。それを、そうならないように日本はもっと勇気を持たなきゃいけないと思うんですね。頂点を目指して日本が繁栄することで、その日本の繁栄でもって世界を平和と繁栄に導いていく、そのようなリーダーを目指していくべきだと思います。それこそが日本が本当の意味で世界の大国として責任を果たせる国家になっていく道だと思います。そして3点目に、世界に自由をということを申し上げたいと思います。世界が今自由と民主主義を旗印に掲げるアメリカ合衆国とか日本もそうだと思います。ヨーロッパ、しかし一方で全体主義国家、大変な専制政治を行われている国が覇権を広げようとしている。そして世界がこれから人口も爆発しようとしている。限られた食料、エネルギー資源、こうしたものが奪い合いになる可能性があります。それを防ぐためにも、日本はもっと自由の、そして民主主義の基礎として反映していかなければならないし、だから自由を持っていくっていう使命が日本にはあると思うんですね。でも日本国内を見たときに、まだまだいろんな規制があったりとか、いろんな社会主義的な政策もあったりして、本当の意味で自由を発揮できていないところがあると思います。自由があってこそ初めて繁栄していきます。自由がないところに繁栄はないと思います。ただ何でもかんでも野放図に、勝手気ままな意味での
自由という意味ではなくて、